今回は指定したランプキンレーンでジェイクを使っていきまーす。まずはフォグチェックな。あー、偽フォグビスパラーチャームつけてるわ。偽フォグ、フォグじゃないです。危ない、フォグかと思ったわ。あれね、偽フォグウィスパラーチャームって言われてんのよ。一瞬フォグかなって思わせといて、近づくと光ってるから違う。本物もいるからな、この PTB、マジで。本物フォグウィスパラー。ローリー2匹いるうちの1人がやられたと。誰だ？リージョンじゃないな。っていうか、狂乱使って、これゴーストフェイスなんじゃない？これもしかして。ゴーストフェイス来た。ついに。アプデ後初の。やばすぎフックない。オッケー。多分ない。真ん中ぐらいで倒れたから多分どっちにもいけると思うんだよね。多分ゴーストフェイスなんじゃないですか。あ、違う、リージョンだわ。あ、リージョンだけど普通に殴らんかっただけか。狂乱で。リージョンさんじゃないですか。よし。どうした？あ、てか、なんか限ってね。あ、これ、ガングだ。ガングついてるわ。これ、ガンペンじゃない？ガンペン。ガングペンティメントもある。そんなおしゃれな、おしゃれなやつやってんの。ここ覚えとこ。あれ、一個壊れた。破滅ちゃんか？あれは。不死破滅ガングペンティメントじゃない？もしかして。そんな強いバグつけてくんの？で、あっち側で壊れたな、今。覚えとこ。あっちと、で、ここ壊そう。ここ、室内に入って発電機回すと、意外とガング刺さるからな、多分。あの人連続で行かれてる。よっしゃ。これ多分ガング。なんなんだろうな、パック構成。いやー、でもガングだったらもうペンティメントもつくでしょ、女。ない、もしかして。90いける感じ？あ、90いける感じだね。うっす。あ、やべ、スマチェックだった。いやー。え？救助したら、お伏せ移動するやつってなんだ？そんなパークあったっけ？何このパーク。あ、隠密の追跡？チェイスしてるときに4メートル、どんどん短くなるやつだな。最大16。あ、あれもついてるわ。なんだっけこれ。俺が好きなやつ。あの、板ブロックのやつ。あれ、じゃあ、ペンティメントなくね？ガング隠密の追跡、あの、パレットブロック、あと破滅か、不死めっちゃあんのかな。これが交代してたらまだ破滅あるってことでしょ。あ、ないわ。不死知能恩恵ガング、なんか変なのついてるな。いや、不死じゃないかもな。あ、ミンさん行った。俺の方来てないな。回していいかな、これ。兄さん、救助、あ、行ったな。オッケー。一瞬信用したから何事かと思ったけど。こっちが窓枠か。なんかまた壊れた。これガングか。あ、ガングじゃねえ。あれか。
血の恩恵か。あ、じゃあ、まだあるな。もうちっちゃいとこがね、当てづらいの分かる。どっち？なんか窓枠に怒ってる。しゃあない。なんか窓枠に、窓枠にバチ切れしてる。すまねえ。俺が作った窓枠じゃねえ、それ。ごめんな。うちの窓枠が迷惑かけたっぽい。それでやろうか。お怒り。あそこの窓枠は強いのよ。てか、あれだろ。テーブルの小回りで、多分失敗したろ。殴り。もうしゃあない。みんな使うから。いや、なんならこの窓枠も強いぞ。ここでぐるぐるいけそう。じゃ、まだ切れてるか見に行くか。まだやってる？あ、もうどっか行ったっぽいな。一発も殴れなかったのが痛いね。あ、もういなくなった。もう気を沈めてるな。沈めた後か。ここね、俺が回したんですよ。ここの窓枠、スマチャク使ってから、あ、これでパーク多分なくなったな。使ってから、あの下の窓枠行くの違法やな。リージョンだからまだ一発殴れるけど、スキルで。他のキラーだったらマジでやばいな。この家が一番強いんじゃね？もしかして。あの人終わりだ。これやばいぞ。あれ？俺ローリーの家回してないな、まだ。ローリーの家もいい。1階か？あ、違うな。2階か。謎に暗い家。やってる？あ、やってないよ。マジで暗い。どこにいた、チェイク。わかんねえよ、こんな。この位置が一番見えねえな。私はどこにいるでしょう。発電機の光がなかったらマジでわからん。あ、なんか救われてんじゃん。なんで？肉壁兄貴でなんとかなったのか。やるやん。マジくれ。ローリーさんち、もうちょっとライティングちゃんとして。俺もちょっと、あれかな。爆竹使いどころかな。救ったるか。あれ？元気丸が二人いるな。俺行くか、じゃあ。次。嫌われてるであろう、ジェイク。死運がする方向に行こう。まあ、どうせ、なくなるし。こっちか。この家か。ここもね、割らんとね、辛いと思うわ。そんなことない。ああ、上手ね、この人。わ、なんか竹変わったって。なんで？これどこだ？ちょっと待って、今のちょっとかわいそうすぎん？なんで今の当たんなかったの？あれなんか、当たり判定壊れてんのか俺、もしかして。あれなんで今ので当たんなかったの？え？待って、おかしくない？どっか、 なんか違うとこ見てんじゃないの？あれ。めっちゃ上見てたとか。いや、爆竹が刺さった、もしかして。いや、あれはでもリージョン切れていいよ。通常殴られしてるわ。なんか怒ってない？やばい。絶対これ怒ってる。そろそろ開けてもらっていいですか、そこ。あと回復。死ぬ。死んでしまう。危ない危ない。あ、なんだ別に。やばい、俺だけ殺される。俺だけ殺される。この位置だと、あれ、これ誰か行くんじゃねえ、これ。攻撃目が来て、まあ俺は今行かれたから大丈夫だからね。
あいつ、生き残ったからって、仁王立ちしないか。ちょ、一旦ちょっと深で、ギリギリまで耐えるか。ちゃんとセルフケアしてから帰ろう。危ない!なんかあれ、あれわざと外してたんじゃないの、リージョン。いや、絶対そうだろ。あの距離で当たんないわけないと思うんだよ。やばい。これやばいって、5人目来るって。ほら、ほらと来んちゃい。あの、なんか遊んでるな。そんな、そんなことはない。早く上げてもらっていいですか?あの、俺も、じゃあ開けに行くか、反対が。あれ、どこだ?もう一個。こっち側か?あっちにあって、なんか向かいにあるんだよな、いつも。あ、でもないな、こっち。この裏か。帰らしてくれ。なんもなくね。あれ、ここない。あ、こっちか。真横だ、真横。これ、キラーは結構巡回しやすいと思うわ。ランプキン。どこのゲートであれ。なんか、こっちと建物をめちゃくちゃ挟んで奥側とかなんないから。大抵、この正面とかあるしね、真正面。この真ん中のさ、見やすいこの道路のところにもなったりするし。結構、キラーに優しいゲート配置。帰ろう。